グアーの使い方を説明します。ピッチウグアーはね、主に土を起こし、最初にやる作業というか、土が固まっている時ですね、柔らかくほぐすのに使います。平グアーだとね、固く締まったやつだと、これ平グアー、こっちがピッチウグアーです。3本の爪と4本の爪がある、これ4本爪タイプで、まあ、普通の平グアーでもできるんだけど、平グアーだとこうあんまり振って思いっきり振る作業しなくて、どっちかというとこういう風に細かく削るんですよ。で、やっちゃいけないのが刺してこうグイって立てる、これやると刃が薄いので曲がります。で、でもこういう風に固まっちゃったやつを大きく耕したいときは、こうビッチューが刃が太いです。なのでしっかり刺してあげる、これができます。で、こうやって上げてブロックになっている状態ね、ここ水がいっぱいいるんで、ね、穴がよう開いてます。で、こういうやつだとアリがめっちゃいる、いい近づかない。で、こういうやつはブロックで、この後ろ側を使って叩きます、ボーンと。これぐらいのやつだったら軽く小づくだけで、うわ、軽く小づくだけで取れるんで、こうやって起こしてボーンってやっていきます。で、振り方なんですけれど、まあ、右足手前前でいくか、まあ、普通にこう持ち上げて落とす。で、この時に腰を痛めないやり方としては、背中をしっかり伸ばす、まっすぐ立って肩幅より広く足を取って膝を曲げる。で、ここに下ろします。上げてしゃがむ、膝を落とす。で、体重で落とし込むと腰を曲げなくて済むんで、腰を痛めにくいです、こう膝で言う。で、起きる時も手でやってもいいんだけど、力が足りない時は足で上げる。膝、曲げた膝を伸ばせばその力で起きるんで、で、砕く。で、これを連続してやると、こうやってこうやってこい、クラックで、こい、こんな感じです。で、慣れてきたら、まあ、手だけでやるやり方もあるから、手だけでやるやり方、そうだ、左手足前ね、こうやってよいしょ、こんな感じで連続して起こしていってもいいです。で、ね、今みたいにこう引っ張るときも、こうやって手でやると大変なんですよ。じゃなくて、背中の筋肉を使うやり方が、こうやって、こう。で、背中でこう引く。肘をね、あんまり曲げないですね。大きい筋肉を使うことを意識すると、使いにくいし、大きい力が出ます。で、こうやって、あらかた、喋ったようにだいぶほぐれてきた。はい、さっきの続きですね。どこまでやったかな。あらかたこうほぐれたら、綺麗に直すのはもうこっちやるんですけれど、まあビッチューでもある程度形は作れます。で、ほぐしてこうやって、まあ、細かくやれば削れるんでね。ただね、平具合より重たいんで、これはね、重さを生かして硬い土を砕くための具合です。こういう作業もできるけど、重たいんで力がないと疲れちゃいます。あと体をうまく使わないとしんどいですね。今これはどっちかというと、その背中で振ってる感じ、背中とこう足でね、リズミカルにやってるの分かるかな。この背中と手とこう膝を使うと連続してできます。体のいろんな筋肉を駆使すると、一箇所に負担がかかりにくくなので、体を壊しにくくなります。で、こういう風に同じ角度と同じ、なんだろうな、線上で土を削って、今ここに溝ができましたね。で、ここの土を上げて畝を作ってます。ここにさつまいも植えてるんで、ちょっと畝を高くしてます。はい、終わり。